だオートバイの形だもんね。幼稚園児に大人に絵描いてごらんでも多分これ描くような。レトロとモダンの素敵な出会いみたいな感じのね、うん、歴史ある。ダジャクな日常にカツを入れるみたいな、そんなところもあるかもしれません。とても日本に合っている車両だと私は思っております、うんうんうん。さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さんもう春ですよ。どん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 バイクに乗って出かけてくださいね。バイク乗らんで何の人生か、私の人ですということでございまして、もう目の前にあるのはミメウルワシキボンネビルね。ボンネビルって言葉はなんとなく知ってる。トライアンフボンネビル、しかも T100 ね。見たことありますか、また撮ったことありますか、音聞いたことありますか。ブランドは知ってるけどもそうじゃない人たち結構いるでしょ。それやったことないんじゃないですかということでございまして、まあバイクショップへ行こう第3弾と銘打ちましてですね、今週お届けするのはこのトライアンフ。もう円数なんてことがありますけれど、そこの世界観にどっぷりと今週は浸ってもらいましょう。バイクの魅力を体験するならバイクショップに行けという企画のもと、過去2回にわたってお送りしたバイクショップへ GO。 数多くのユーザーと接して情報交換をしているからこそ見えてくるバイクの特性や魅力をバイクショップから掘り下げていきましょう。続きハーレーダビッドソンに続く第3弾は、いいものと長く付き合うという国民性が生んだイギリスのバイクメーカー、トライアンフです。それではバイクショップへ GO スタートです。歴史と伝統を色濃く受け継ぐボンネビル T100 に乗って目的のバイクショップへ向かいます。気持ちいいね。なんとも言えないこの独特のパルス感、なんか優しい、人間に近いってよく言うやつがあるじゃない。なんかそんな感じがするね。機械なんだけどメカメカしてないっていうのかな、まあ、ザ・オートバイの形だもんね。幼稚園児に大人に絵描いてごらんでも多分これ描くような、この形、2つ車輪があってタンクがあってシートがあってみたいな。全然ある、変わらない伝統の、それを守り続けるってのはやっぱ難しいよね。それはもう革新を求めるのも大変だけど、これはこれでやっぱり大変だろうね。これでインジェクションだからね、やっぱりこうね、昔からのトラファンとかは何でしょう、そんなインジェクションなんてなんて思ってるかもしれませんけれど、それがトライアンフが出した答えであればそれは認めてあげるべきだろうし、ね、オールドファンはオールドファンで OK だと思います。でもやっぱ否定しちゃダメかな。もう一個一個の粒がはっきりしてなおかつ優しさがあるっていうこの状況、そして開ければやっぱり方向を上げるトライアンフ、ここら辺はやっぱりねしっかりと認めてあげないとね。さあ千葉テレビを出てですね、チローとその辺をプラ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 と走らせてもらってたどり着いたのはこちらですが、こちらのこと詳しい方はこの方どうぞ。皆さんこんにちは、トライアンフ千葉中央店の店長奈良木野と申します。こちらはですね、千葉市内にあります、トライアンフのワールド店になっております。今日はですね、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、ボンネビル、はい、お借りして、まあ、ちょこっとしてきたんですけど、はい、まあ、せっかくですから今日さまざまちょっとバイク乗せてもらおうかなと思うんですが、もう一台何か乗ってこようと思ったら何がいいですか。そうですね、今でしたら、まあ、ヨーロッパの方でもですね、うん、今徐々に人気が出てきております、うん、クルーザータイプで、うん、トライアンフの方にもねスピードマスターっていう、一押しの車両がございますので、そちらなんかどうでしょうか。あ、じゃあせっかくですからその
形が違う。どんな感じなんでしょうね。スピードマスター今から乗ってきます。スピードマスターはあんまり乗る機会がないんで珍しいですね。いわゆるクルーザーパターンですね。ですがこうなんでしょうね、結構しっくりくるパターンです。で全体的にロー&ロングなイメージではあるんですけど、なんだろう、ハンドル幅とかも広すぎないし、足もそんな遠くないですよね。やっぱこれハンドルもやっぱりナチュラルなところにありますね。フォワードコントロールはフォワードコントロールだし、ハンドルもワイドではあるんだけども、いい感じです。ちなみにここでグワッていう加速をやってみると、いやーでもパルス感が心地よいわ。こうシートがしっかりとこう体を支えてくれるので、ダッっていう加速に対しても体が遅れることがないですね。まあ、とはいえちょっとまあこう前傾しといた方が、開ければ殿下の宝刀をずらりと抜くような感じになりますからね。でもねこれ乗ってて思うんですが、直進安定性が低いわけではないんです。こうなんかね、遅れてついてくる感がない、リニアに結構来てくれる感じがありますね。どうしてもこういうクルーザータイプのものになると重量感がものすごく出ちゃうっていうところがあるんですけど、重すぎなくていいですね。でもこうやってやれますからね、もうこんなことやったら結構いつもよりも傾いてますからね。これだけやっちゃうと結構こうおっとっとみたいな感じになっちゃいますけど、思った以上に平気。バイクショップへ GO! トライアンフ編、ボンネビル T100 スピードマスターの試乗を終え、ライダーを引きつける魅力は何か、バイク作りのこだわりはどんなところかを、販売の現場で多くのユーザーと顔を合わせ魅力を伝えているトライアンフ千葉中央店店長奈良木野圭介さんに聞いてみます。いいっすね、やっぱり。そうですか。おお、まあ飛ばすのがバカらしくなるな。なんかこのずーっとこの低い回転数のままでずーっと走っていきたいなっていう感じがすごくしたんですけど。そうですね、まあ、うん、ボンネビルなんかはですね、やっぱりトライアンフの中でもですね、うん、歴史ある1台ですし、はい、60年代のそのスタイリングとですね、うん、まあ当然ね、今の技術っていうのも介入してますので、はい、それが見事に融合されて、うん、まあ言うなればレトロとモダンの素敵な出会いみたいな感じのね、うん、歴史ある1台ですよね。ちなみに俺も60年代モデルですよ。なるほど。この人って何年ぐらい経ってるんですか。トライアンフ創業してからですね、はい、まあ、ずっと、まあ、形をなるべく変えないで今まで持ってきてるんで、うんうんうん、言うなればもう100歳以上な感じですよね。1世紀モデル。そうですね、その間にはいろいろありましたけれども、まあ、トライアンフの歴史とともに歩んできたパワーユニットっていうことでは、やっぱりボンネビルを他に置いてですね、うん、クラシックは語れないっていうところにはなってくると思うんですよね、うん、でもね、こうなんかトライアンフを語るときによく円数な人たちが選ぶとかって言うじゃないですか。なるほど。円数って何なんですか。そうですね、まあ、トライアンフに限らずかもしれないんですけども、うんうんうん、その熱狂的なファンっていう意味だとは思うんですけれども、はい、トライアンフで言えばですね、やっぱりこのクラシックの王様、うん、ボンネビル T100 ですよね、はいはい、まあ、こちらのタンクの、ラインなんかも、うん、今でも職人さんが一筆で書き上げている、うん、それも円数な一面ではないでしょうか。なるほどね。でもこういうね、クラシカルなテイストでずっとやっている、ボンネビルですけど、これってもともとはやっぱり速いバイクだったんですか。そうですね、うん、まあ、その当時にしてみるとですね、うん、やっぱりこれが最速なバイク、はい、ここからですね、カフェレーサーであり、うん、いろんなモデルが出てきたんですけれども、はい、トライアンフのクラシックモデル、基本的にこのボンネビル T100 と同じエンジンをみんな積んでいるんですね。ほう。ですから
当時の最速モデルではあるけれども、当然トルクフルな走り先ほどおっしゃってましたけれども、うんうんうん、まあ街乗りでもね問題なくっていうところではあるんですけれど、はい、でも遅いバイクかって遅いバイクじゃないですよね。はい、全然遅くないし、その割に入りやすいですよね。そうですね、はい、まあ、当店にいらっしゃってるお客様でもですね、うん、やっぱりこれに乗りたくて大型バイクを取っているよっていう方もいらっしゃれば、はい、最後はボンネビルで、退職金をねまとめて払ってこれを買いたいんだなんていう人もいらっしゃるんで、ほう、ファン層としてはやっぱり幅広い、誰にでも愛されるし、どんなファッションでも、似合ってくれるのがボンネビル。なるほどね。スピードマスターはちょっと尖った感じが、荒々しさがちょっと出てクルーザーの中ではとってもスポーティーな走りをするんですね。そうですね、乗られていた時にね、コーナリングする時とか、うん、結構曲がったなっていう感触はいかがです？そうですね、フロントからも後ろからでもなんか荷重の変え方でいくらでもこう曲げ方で多彩にできそうなイメージがちょっとありましたね。スピードマスターはですね、ボンネビルのエンジンを使いながらも、うん、その辺の操作性と快適性っていうのをですね、イギリスの方でそれを一生懸命ですね、うん、改良してできた車両なんですね。なるほどね。でもなんかこうね、まあ昔からその英国車を知っている人たちからすると壊れるんでしょとかってよく言われるんですけど、お求めになるお客様、うん、オーナーさんね、うん、その辺一番心配されるんですけれども、はい、トライアンフ、日本の、まあ、部品もですねたくさん使ってるんですね、うん、はいはい、国内のバイクを乗られている、はい、そう思うんですけれども、うん、同じ感覚で乗っていただいても全く問題ないですよね。そうですね、スイッチ周り関係とかでもすごく扱いやすいですよね、はい、そうですね、うん、あの辺のウィンカーもですね国産にはないまあ、優しい作りになってますんでね、すごく操作性はいいですね。なるほどね。先ほど乗せてもらったのは回顧的っていうか、伝統のトライアンフじゃないですか、はい、うん、でもトライアンフって最近イメージ違いますよね。今トライアンフは、うん、3気筒トリプルエンジンというものを、はい、使っております。そう、でもねよそのメーカーが使ってない3気筒に挑んだじゃないですか。そうですね。あれってどうなんですか？一言で言えばですね、はい、とても日本に合っている車両だと私は思っております。雑誌なんかでねよく書かれているのは2気筒と4気筒のいいとこ取りよなんていうようなお話だと思うんですけれども、はい、まあ、正直ね、うん、何のこっちゃっていうお話じゃないですか。そうですね、ですね、ですから、まあ、ここはですね、うん、1回ちょっと乗っていただいて、もうこういうもんだって乗った人にしかわからないようなトリプルエンジンを味わっていただきたいなと、はい。店長おすすめ3気筒モデルはタイガー800とタイガースポーツです。まずはタイガー800から試乗です。もう中間排気量 800cc のこのアドベンチャーモデルっていうのがですね、最近注目ものすごくホットなカテゴリーになってきてますけど、3気筒エンジンがねいいんですよ。低速でも扱いやすいし、回転とともにトルクが乗っていくという感じかと思いきや、ずーっとちゃんとトルクがあるんですね。下からモリ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 と。これはね、排気量もいやでかすぎるのはちょっとってな人たちには非常にいいんじゃないでしょうかね。この中間排気量って本当は扱いやすくていいんですよね。このバイクね、シフトフィーリングがすごくいい。スタンスタンって入ってくる感じがね、すごくいいですね。あともうメーターもやる気満々ですね。いろんなところがこうカクカク直線的なイメージで、作られていたりするところもなかなかかっちょええじゃないですか。もうこっちはもうハイパースポーツですね。低く構えた、フロントカーブのシルエット、もう本気を感じさせますよね。でもやっぱりこういうなりしてるんで、どこ走るバイクなんですかねっていう話ですけど、やっぱりオンロードが楽しいでしょうね。オフがいけないわけではないです。フラットタップとかいけないわけではないですけど、やっぱりオンがもう大得意っていうことですね。なんかね、
ダジャクな日常にカツを入れるみたいな、そんなところもあるかもしれません。でもこうやって日常的に普通にずっと流すのも全然平気でできるんですけどね。でもアクセルの開け方一つで表現します。でアクセル開けるだけでパワー出てきますからね。びっくりしますね、このトルク感は。お化け。いやー、よかったですね。そうですか、トリプルエンジン、ちょっとあの実は俺もうトリプルエンジンが初めて出た時には乗ったんですよ。でその時にはなんやブルブルするし、なんか異様にパワーが出るし、なんやねこれみたいな感じがありましたけど、その頃とはまたちょっとイメージが違いますね。そうですか、はい、今はすごくいいですね。低速トルクがあって上まで綺麗にブワーって吹き上がる官能的なところとか。そうですね、あの2気筒が持つ低速のトルク域と4気筒が持つ高速のトルク域、はい、それを合わせ持ったっていうのが、まあ、先ほど言ってたようによく書かれてるっていうところなんですけれども、はい、低速域の方から、高いギアをですね使ってもそこからシャープに伸びていくのがトリプルエンジンの特徴ですね。しかも何ですかな、800とか。そうですね、タイガー800アドベンチャーはですね、はい、あのトライアンフ発売されてからですね、もう3年経ちます、はい、トライアンフが初めてですね作り出したアドベンチャーモデルなんですけれども、今もですねあのマイナーチェンジもせずにですねあの大好評をいただいている車両なんですけれども、はい、とっても完成された車両ですよね。いやというかね、その身の丈に合ったというか、その辺に皆さん日常生活から冒険行かないでしょ。そうですねですけど冒険に行く準備はあって、ご近所も走れる冒険マシンじゃないですか。どこにでも連れて行ってくれる夢のようなモデルですよね。そうでしょうね。でも見た目も印象的なんで、もう多分いっぺん見たら忘れないじゃないですか。あ、そうですかね。いや、そう思いますよ。押し出し強いですもん。本当に果てしなくあなたの前に道は広がるし、あなたが道を切り開いていくことができるマシンや。片やだけどそういう 800cc があるかと思えばトップカテゴリーの1050がドーンってあったりするじゃないですか。そうですね、トリプルエンジンは 1050cc から始まっているんですね、はい、ワインディング一定よし、街中一定よし、はい、当然ロングなんかは大得意ですよね。得意ですね。低めに構えたカウルだけどあれ風立ちいいですよね。そうですね、意外と防いでくれます ね、うん、そうですね。でなおかつこう楽ちんなポジションのままでずっといける。でワインディングいけないかというとそんなことないですもんね。そうですね、あの存分に楽しめる1台だと思いますけれどもね。なんですかね、3気筒エンジンもやっぱりまだまだ可能性は広がるわけでしょ。はい。どんなラインナップが今度は出てくるんですか。そうですね、まあ、675cc のですね、はい、ミドルクラスの中では、うん、まあ、世界最高峰の、はい、スポーツネイキッド、はい、これが発売になりました。なりました。その名は、はい、ストリートトリプル R です。来ましたね、 R が来ました。 R ですよ、もう俺たち世代 R ってつくとちょっとキュンとくるんですけどそうですね、でもどうなんですか、どうなんですか。そうですね、あのストリートトリプル R はですね、はい、新型のエキゾーストマフラーを、採用しておりまして、はい、フレームも、一新されております、うんうんうん、軽量化を図り、旧型モデルよりですね、はい、あの操作性も格段に上がってます。なるほど。でもどうなんですか、もうこう異様にこう腰高ですとかそんなことはないですか。もう全然そんなことないですね、うん、初心者からクロートさんまでですね、誰でも楽しんでいただけるスペシャルな1台ですよね、はい、スペシャルな1台です。皆さんがご覧になる頃には試乗車しっかりと用意されていると思いますのでね、ぜひとも皆さんお店に来て乗ってみてください。じゃあここで番組から皆さんにお知らせです。今回で41回目を迎える東京モーターサイクルショー2014が3月28日金曜日から東京ビッグサイトで開催されます。前売り券は大人1200円、高校生500円、詳しくはホームページなどで確認してみてください。番組から東京モーターサイクルショーの招待券を4枚1組で14名様にプレゼントします。千葉テレ週刊バイク TV までおはがきでご応募ください。3月15日手信有効です。俺たちも、また行きますので、モーターサイクルショー皆さんぜひ来てくださいね。ここから売られる直前のものが
もうバーッ並んでますからね、ぜひとも皆さんまた来に来てください、よろしくお願いします。というところでございますけども、まあ、今日、お伺いしたのはどちらでしたっけ。ここはトライアンフ千葉中央です。そうなんでございます、空の異様でございますけどトライアンフ千葉中央でございます、こう場所はどの辺なんですかね。はい、千葉県のですね、千葉市内に位置しておりまして、はい、京葉道路のですね、松ヶ丘インターを降りてすぐのところにあります。でプラッと来てじゃあ試乗させてくださいはありですか。はい、もちろんです。常時何台ぐらいあるんですか。そうですね、まあ、5、6台配備はしてますけれども、はい、レンタルバイクっていうものもやってますんでね、できましたらご予約をいただければ、うん、その日ですね来ていただいて、はい、あなかったなんていうことがないようにご一報いただければと思いますね。なるほどなるほど、そのなんですかレンタルバイクっていうのもどれぐらいの種類があるんですか。そうですね、レンタルバイクの方はですね、うん、トライアンフ車はもちろん国産の方もですね、はいはい、配備しておりますんで、常時30から40台ぐらいございます。もちろん高速道路、はい、乗れますしね、1日その車両を楽しんでいただくことができると思いますので、うんうんうん、ぜひそちらの方もご利用ください、ね、こちらのお店とかでもイベントとかはあるんですか。まあ、当社でですはね、うん、楽しいことを一緒にやっていこうということをモットーにしておりますので、ね、はい、近いところで言いますと3月2日袖ヶ浦でですね、うん、サーキット壮行会を催します。はい、ぜひこちらの方も、ね、来ていただければと思います。なるほどね、まあ、でもそれはだけど季節に応じてまたどん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 アップデートされていく感じなんですか。もちろんです、月1でですね定例のツーリングも組んでいますしね、はい、ぜひね、みんなでバイクライフを楽しんでいこうと、バイク、選びで悩んでらっしゃる方、迷ってらっしゃる方、店頭に行かないとわからないことがいっぱいあります。バイクショップへ皆さんどんどん足を運んでくださいね。ということで今週はトライアンフでございました。また皆さんどっかでお会いしましょう。また来週、バイバイ。伝統と格式を重んじるイギリスが生んだトライアンフ、こだわりが見えるから見る人乗る人を引きつけるんでしょうね。バイクショップへ GO はまだまだ第3弾、紹介していないメーカーはたくさんありますが、それはまたいつの日か。お楽しみに。